皆さんこんにちは、ラピッ TV です。月の不思議な場所、今日もねアポロ17号の写真を見ている時に発見しました奇妙な UFO が写り込んでいる写真2点をご紹介したいと思います。いつもアポロ宇宙飛行士が口にして NASA と交信した言葉の中にまた彼らがやってきたという言葉があります。果たしてそれはどんな意味なのでしょうか。またして探査機が調査している宇宙飛行士の前に現れたこの謎の UFO を見ていきたいと思います。非常に小さいのですが、これを拡大することに成功しました。ではこの写真2点を見ていきたいと思います。まず写真の方から見ていきます。こういった17号の宇宙飛行士が月着陸船から降りてカメラでフィルムで撮影したものですね。ここコダックというフィルムの跡があります。白黒で撮ったものです。ここに小さく写っているものですね、明るく。果たしてこれは何でしょう。次の写真です。これです。拡大します。こういった位置関係結構はっきり写ってますよね、モノクロにしては。まあカラーでしょうけど、これ色がつきますのでカラーだと思います。モノクロのように見えるんですがカラーです。はい、最大までこの状態で拡大しました。またフィルターをかけてねさらに拡大しましたんで皆さんと一緒に検証していきます。これ最初見た時ね、地球がちょこっと写ってるのかなと思ったんですけど、地球ではなかったですね。青い感じで、地球が、かけてこれだけ見えてるのかなと思ったんですけど、地球ではないことが分かります。こんなに小さいものを拡大するとこういう風になってきます。次に大きくさらに拡大したものです。これがその映り込んでいる謎の未確認飛行物体という風になります。この辺にも何かありそうですけど、全体は映っておりません。こちらから太陽光線が当たってこの部分だけがはっきりと映っております。明らかに隕石とかではなく UFO だと私は思います。皆さんはこれは何だと思いますか。こういったねだんだんだんとなったような奇妙な色の形の、UFO となりますね。はい、これが引いたとこです。そしてこれですね、さらに拡大したのがこれ。最大まで少しボケますが上げてみます。まさしく円盤ですね。まっすぐというよりちょっと左肩向きで飛んでおります。これを回転してみます。はい、回転するとちょっと小さくなりますが、はい、これが回転したところです。どうですか、まさしく円盤ですよね。回転して拡大したところです。どうですか、右回転1回したところです。さらに回転します。さらに回転、そして拡大。これほとんど逆さまになった状態です。やはり正しいのはこれが通常の位置ですね。そしてちょっと回転させるとこういった感じになります。まさしく円盤と UFO という形にが浮かび上がってくるといったものです。皆さん今日もコメントよろしくお待ちしております。通常の位置がこの位置で映っております。これが正しい位置ですね。そして次です。この写真がそのリンクの写真と正式画像となります。アポロ17号 AS17 と書いてありますねの写真、直にアポロ宇宙飛行士がカメラで撮影したものです。これをズームしていくとここに小さく写っているもの、これだけ離れてこれだけ写っているということはかなり大きいものです。この真っ暗な空にここに謎の物体が写っております。これがまた別の角度の写真ですね。同じ写真かということになります。また別の写真もありますのでそちらも、
お見せします。次の写真いきます。はい、ちょっとこれはフィルターをかけて色を変えたものです。こういった感じで変わってしまいますね。はい、果たしてこれは何でしょうか。そしてこれです。まあこれが正式な色です。一番まあ通常の状態に近い色だと、それをちょっと明るめにしたところです。果たしてこれは何でしょう。また謎の物体が宇宙飛行士の前に映り込んでおります。アポロ宇宙飛行士はいつも言っております。また彼らがやってきたと。そして次です。はい、そしてこれが、まあ、ちょっと移動したところの別の写真ですが、同じものかどうかは分かりません。はい、これ拡大したところです。こういった感じにボワッと映っております。まあ今のものがちょっと回転したのか、別の写真を拡大したものとなります。これがそれですね。ここに旗を立てております。目印のカメラマンはこの辺にいますね。宇宙飛行士は。そしてこの上に現れたものを拡大したのが先ほどのものです。こちらになりますね。ちょっと先ほどのものと違うような気はしますが、まあほとんど同じ場所で撮ってるので、これが位置を変えたところですね。また形が丸っこく写っております。果たしてこれは何でしょうか。この位置の、まあ、先ほどこの山のこの辺でしたね。高さは一緒で左に移動しております。そして向きが変わったのか、こんな感じに映っております。果たしてこれは、まあ、まさしく UFO ですよね。そして次です。はい、これが、まあ、全体の2枚目の写真となります。これがアポロ宇宙飛行士17号の宇宙飛行士が月面に降りて2人で写真を撮っているところです。おそらくこちらのカメラマンが撮ったのがこれだと思います。そしてここに目印がありますよね。その上にあるのが先ほどの赤枠内の丸い UFO となります。果たしてこれは何でしょう。リンク2枚とも貼っときますが、この写真を呼び込むには10分から20分かかりますので、相当な時間がかかります。ゆっくり、何と言いますかね、ファックス送信みたいにゆっくりと出てきますので、まあ、これを完全に出すまで私も相当時間がかかりましたので、まあ、皆さんリンクは貼っときますが、呼び込むまでには時間がかかると思います。ぜひその目で確かめてみてください。これがその2枚目の写真となります。もう一度戻ります。これがそれを拡大したこの位置に現れた UFO らしきもの。そして次、これはそれを拡大したものです。丸いですよね。まさしく UFO です。そして次の写真に行きます。はい、最大に拡大したところです。そして最初のこれですね。これが形がはっきり光ってるところが、まあ、光がはっきり当たってるので形が見えております。はい、皆さんどうですか。じっくりここら辺に何かありますよね。これが、まあ、知的生命体、地球外生命体の UFO ではないかと言われるアポロ宇宙船の飛行士が何度も見るいろんな UFO が現れるといったものです。彼らはやはり月面に来た宇宙飛行士が珍しいのでしょうか。遠くから観察している様子が映り込んでおります。果たしてこれは何なのか、皆さんぜひコメントください。今日はこちらの UFO の写真2つをご覧に入れました。また不思議な場所見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。これがその明るくした写真となります。では皆さん、また不思議な場所見つかりましたらご紹介したいと思います。今日はアポロ17号の写真から月面探査宇宙飛行士が撮った写真に映り込んだ UFO をご紹介しました。この2枚の写真、貴重な写真を今日はご覧に入れました。このリンク貼っておきますが、呼び込むまでに何遍も言うようですが時間がかかりますので、あしからず。ではまたです。さようなら。ラピッTVでした。